岩手ワンコ広報室。今週のテーマは岩手で働きたい人をサポート、就職支援の取り組み。8年以上にわたって1倍以上で推移している岩手県の有効求人倍率。県内の企業は多くの人材を求めています。若者の県内就職の割合は高くなっているものの、県内企業を知らない人や企業がどのような仕事をしているのかわからない人も多くいます。そこで県は岩手で働きたい人の相談窓口としてジョブカフェ岩手を設置し、各地域に就業支援員などを配置しています。ジョブカフェ岩手では、岩手で働きたい方や働いている方のためにさまざまなサポートを行っています。例えば、仕事でスキルアップしたい方が Excel やコミュニケーションなどをオンラインで学べる e-learning 講座をご用意しています。空いている時間に自分の希望に合った講座を選んで無料で受講できます。その他、県内県外問わず利用できるオンラインのセミナーも実施しています。ぜひジョブカフェ岩手のホームページをご覧ください。県では若者の県内定着や県内企業の人材確保を推進するため、就業支援員や県内就業キャリア教育コーディネーターを配置しています。各高等学校で就職相談や面接練習の支援を行っているほか、キャリア教育支援にも取り組み、進学後の県内定着への働きかけも行っています。県内には魅力のある企業がたくさんありますので、県内企業について知りたいことがあれば気軽にご相談ください。県はこれからも岩手で働きたい人を全力で支援していきます。岩手ワンコ広報室、来週もお楽しみに。